こんにちは。今日は実はカミカというね、私がイメージキャラクターやらせてもらっていますシャンプーを使ったヘッドスパを受けに来ました。ちょっと楽しみ。すごい日頃の疲れと頭皮のこう状態を良くして顔とかもなんかね引き上がったりしたら嬉しいなと思ってます。さあやってもらいます。ヘッドスパ久しぶりなので、もう首元とかねちょっと触ってもらうだけで気持ちいいって感じなんですけど、温かいお湯で濡らしてもらってね、頭皮ケアしてあげることってこう髪だけのためじゃなく皮膚も引き上がったりして、こう顔のこうたるみケアにもなったりするので、頭からこう引っ張ってあげるってすごく大事だなと思うんですけど、で今この使ってるカミカの黒髪クリームシャンプーっていうものなんですけど、これが私家でも実際は使っていて、でこれ家で使ってるのと全く同じものをサロンさんでも使ってる、だからサロンクオリティのものを自宅で使えるってことなんですけど、まあ、もちろんねやっぱり人にこうマッサージしてもらったり、こうやってブラシとか使って丁寧にやっていくと、よりそのシャンプーの良さが引き出される感じがして、で、ね、使っているとちょっとこうなんていうのかな、涼しい感じっていうんですか、なんていうの、メンソールっていうの、メントールっていうの、そうねすごくねすっきりする感じがあります。でも寒すぎない。で成分的にも19種類も天然由来成分のこだわりの成分が入っていたりして、で意外にこのシャンプーと言いながら見た目リンスっぽいですよね。これ1本で5役あるシャンプー、コンディショナー、トリートメント、そして頭皮ケアのそういったクリーム、髪自体のダメージケアのトリートメントっていうのをこう全部兼ね備えて1本でできるので、実はすごくお得だったりします。でこのホットペッパーに掲載されている都内の5店舗の美容室さんと提携していて、このカミカのオリジナルのヘッドスパっていうのを受けられるんですけど、すごくねやっぱりね家で毎日使ってるにもかかわらず、こんなにも丁寧にちゃんとこう頭皮マッサージをしながらやっていくとすっきりするんだなっていうのを改めて実感して、家でのケアでもちゃんとこう洗う時に雑にやらないで頭皮をしっかりねマッサージしながらやった方がいいなと思いました。はい、でもなんか目がシャッキリ開いた気がしますね。やっぱりツボをしっかり押されると何かんですよね、視界が開けた感じ、明るくなった。もともと大きいと思います。いやでもなんか もやがねこうかかってる感覚からシャキッとする。マッサージをしていただいてですかね。マッサージしてもらって。はーい。わーい。この強さどれぐらいですか。ちょうどいいです。ですか。肩ってなんで凝るんですかね。ちょっと予想外に肩って。いろいろやっててももう、でなんか娘が7歳と4歳で、はい、もう7歳のこの肩とかもうプニプニで、はい、でなんか私の肩触らせたんですよ、昨日触ってみて、それなんか骨と区別がつかないみたいな、こっち、はい、ここみたいな、いやそこは骨みたいな、ここが肩みたいな、分かんないみたいな、硬すぎてずっと同じ、ここが硬いですね、そこがそう、ね、僧帽筋上部です。あ、なるほど。はい、間違いなくまあ普段からのこういう曲げて携帯見たりとか、あとは力んでこう力が入ったりとかで硬くなる、ちょっとこうなる感じですね。そう癖ですよね。緊張とかもそうですよね、きっとね。そう、多分あと考えすぎとか緊張状態が続くとかね、まあ、テレビの収録だとかってなんかやっぱなるとカッと硬くなるんでしょうね。モードが入るというか、そう
全然柔らかくなる瞬間がなかなかない、ほぼない。さあ、カミカのヘッドスパ受けてめちゃめちゃサラサラになりました。家でもね使ってるんですけど、やっぱり丁寧にこう頭皮をマッサージすることがどれほど大事かっていうことも気づきつつ、すごい本当に何か特別な機材を使ってこう伸ばしたとかじゃなく、洗って乾かしただけでこのツヤが出るっていうのは本当にすごいなと思いました。以上、ヘッドスパリポートでございました。またねー。